表参道取り社号表の記号は、平田東介内務大臣、根津神社は、東京都文京区根津にある神社。旧社格は、府社で、元、順調区さい社。日本穂高が1900年近く前に創始したと伝える古社で、東京十社の一社に数えられている。境内は、筒ジの名所として知られ、森大貝や夏目漱石といった日本を代表する文豪が、 近辺に住居を構えていたこともあり、これらの文豪にちなんだ旧跡も残されている。現在の社殿は、宝永三年、甲府藩主、徳川家の分が建能した屋敷地に造営されたもので、ある。権限作りの傑作とされている。社殿七棟が国の重要文化財に指定されている。古くは、根津権限とも称された。この古称は、明治初期の神仏分離の際に、 権ンの章が一時期禁止されたために衰退したが、地元では現在も使われる場合がある。単に権ン様とも称される。文学作品では根津権ンとして出てくることが多い。1900年ほど前に日本穂高がが仙木に創始したとされる。文明年間には大田道館により社殿が作られた。万事年間に道書が、 大田市の屋敷地となったため東方に移り、後、さらに団子坂上に遷座した。法永2年、当社をうぶすながみとしていた甲府藩主、徳川綱豊が、叔父の徳川綱吉の養子氏として、藩邸を閉じて、江戸城へ移るとともに、藩邸主を当社に剣納する。この場所に新社殿が付審され、翌法永3年に完成、遷座した。東京大学の移転に伴い、 門前に形成されていた根津遊郭は廃され、江東区の須崎遊郭へと移転した。社殿は江戸幕府第五代将軍、徳川綱吉による造営で、本殿、平殿、廃殿が一つにまとめられた御音源作りの形式である。筒子祭りの様子を払いすかし兵から、江東学校について右に曲がって根津御音源の表坂上にある。 袖浦館という下宿屋の前に到着したのは10月2何日かの午前8時であった。団子坂上から南して根津権限の裏門に出る蕎麦道に似た象径がある。これを矢部下の道と言う。従来神田明神とか根津権限とか言ったものは神田神社、根津神社というようになり三社権限も浅草神社と。 解消して、神仏どなたかに片付けなければならないことになったので、ある。彼は強情に考えた末に、道長内の泉という盾具屋の若い職人を誘い出すことにした。職人は、茂げる蜂といって、今年の夏は根津神社の境内まで素人相撲を取りに行った男である。彼は、騎兵の相談を受けて、一文にもなく承知した。 その人は根津五音源の裏門の坂を登って、彼と反対に北へ向いて歩いてきたものと見えて、建造が行く手を何気なく眺めた時、十軒くらい先からすでに彼の視線に入ったのである。そうして思わず彼の目を脇へ外させたのである。こうした無事の日が五日続いた後、六日目の朝になって、帽子をかぶらない男は突然また、根津五音源の坂の陰から現れて、 建造を脅かした。それがこの前とほぼ同じ場所で、時間もほとんどこの前と違わなかった。区会は大抵根津権現さんの境内に小さい池に沿うて一寸、下貸石,石がありましたので、そこで開きました。その住宅は、本郷の根津権現に近いところにあって、門を覆っている桜の大樹が昔ながらに白く、咲き乱れているのも嬉しかった。 私はそのにぎわいを後ろにして、池の旗から根津の方角へ急いだ。その頃はまだ動作回帰の電車が開通していなかったので、根津の通りも暗い寂しい街であった。根津根源の境内のある規定で、大学生が数人介していた。夜が更けて、辺りが静かになった頃に、どこかで、フクロウの泣くのが聞こえた。フクロウが泣くね、とカズトが言った。しかも、 その六本の白人を、少子千万にも、必死に義していた者は、ほんの粉からじまえ、根津本源裏のあの老宅から、いずれともなく蓄転したはずの一芸人の城、いかおろかしき、老人ともでしたから、門を固く閉じ閉めていた理由も、後ろ二十数本の槍先を義している者の,の、待ち伏せていた理由も、彼ら六人の急を知らせたためからであったかと知った、退屈男は、 急にカンダカンだうち笑い出すと、門の外に佇んだままでいるケ渡るに大きく、呼びかけました。森郊外が住んでいた家は、団子坂を登って、すぐのところにあった。坂を登りきると一本はそのまままっすぐに魚町へ、右は、林町へ折れ、左の一本は細くくねって昔大竹原と呼ばれた、崖沿いに、根津権限に出る。江戸は根津権限の裏、 俗に明け物の,の里と言われるところに、新編無双流の町道場を開いている、小野塚鉄斎、今奥の書院に探座して、抜き放った一等の刀身に明かずみ入っている。ちょうど、根津御音源へ参詣して、総門内を抜けて参りましたが、ただいまでも前世でございますが、昔から彼の車はたび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 潰れましては、また災願をして、また立ったと申しますが、 その頃贅沢な女郎がございましてその次は井の頭で、これはどちらかといえば高級なのが多いらしい。ただし、夜は高級か低級か保証の限りでない。ネズゴン源は、そのまたという順序である。その他大小の公園、神社、仏閣、活動館、芝居小屋、カフェー、飲食店などが、式間式の活躍場所であることは言うまでもない。魚町から、 電車通を横断して、左手に体感音を見て、根津権ンの坂道にかかる。下宿屋の多い急な坂道を下り切って、上の山へと裏側から登っていく。そのあたりには、画学生の匂いがあり、やがて、美術学校や美術館、博物館の立つ、上の山の西洋風の広がりの中へ入る。ありがとうございます。